こんにちは、クルスです。本日は川沿いの分譲地に来ております。博多駅と天神駅から一般道路を使って約車で30分のエリアになります。那珂川という福岡では穴場スポットの場所ですね。川のせせらぎ聞こえてきますでしょうか。聞こえるのかなとても綺麗な川ですね。なんとここ5月6月ぐらいになると近くの公園でホタルが見えるというところが有名な場所になります。かなり透き通っております。福岡の中心地から車で30分走らせただけでここまでこう綺麗な川があるって、やっぱり福岡はそういったところが魅力的だなと思います。後ろですね、もう山です結構ですね、川沿いの分譲地だと心配されるところが氾濫とか水害かなと思うんですけれども、一応こちら7月の大雨の時の映像をちょっと見ていただければと思います。氾濫は今年の7月大雨が降っているんですけれども、その時にもこちらのところはこの岩の下ぐらいまでですねっていうところぐらいまでしか水が増えてなかったというところで、これ以上を超えることっていうところが聞いたお話によると今までないっていうことだったので、そのあたりはご安心いただけるかなと思います。なんで氾濫しにくいかっていうところまでお伺いしたんですけど、ここの上にダムがありまして、そこで、きちんとせき止められています。あとはですね、川の幅がかなり広めなので、はい、そういったことが理由で氾濫しにくい川っていうところがあるようです。綺麗な姿と氾濫している姿、どちらも見ていただければと思うんですけれども、いい感じですね。晴れてるとやっぱり綺麗ですね。分譲地としてはこちらの一帯になっておりまして、常に制約済みのこちら左側の方はですねレストランになっております。レストラン兼ご自宅で使われているということでした。かなり可愛らしいおしゃれなところですね。一つの区画例なんですけれども、あそこの緑のところ、緑のちょっと盛り上がってるところですね。そこが約60坪ありまして、坪単価が13万ですね。価格が780万と、かなりお手頃なお得な土地の場所になっています。市内だと大体もう坪5、60万とか、もっと超えたところも結構多くなってきてますので、かなり狙い目のスポットかなと思います。特に建築業の2024年問題と言われており、建築コストがさらに上がるって言われているので、なるべく土地の値段を下げて上物にすごくおしゃれな建物を建てたい、注文住宅建てたいって方にはかなり狙い目の場所かなと思います。こちらの分譲地の近くにあるおすすめスポットも合わせてご紹介していきたいと思います。はい、ここが分譲地から徒歩12分ぐらいのところを今歩いております。野菜の直売所がありますね。なんか休憩所みたいな感じの交流促進センターですね。文化財があるようですね。こういった感じでぐるっと回れるようになってます。歴史ある感じがしますね。那珂川キャンプ村とスキップ広場って形でキャンプができる場所もあるみたいですね。川を生かしたスポットがいっぱいある感じになってますね。そしてこっちからさっきの文化財に向かうような道になります。自然に触れられる的な場所です。これが博多天神から車30分って結構近い場所にありますよね。有名なスポットですね。中之島公園に行ってみたいと思います。カフェがありますね。ちょっと今日お休みみたいですけども、ホットチョコレートとか飲める12月限定みたいです。ノンアルコールビールとかもありますね。ここが公園ですね。川遊びができる公園になっております。春は桜が咲くみたいです。のどかですね。また綺麗な川が見えてきましたね。バーベキューや花火は禁止されてるんですけれども、お子さんでも楽しめそうなすごく浅い川になっておりますね。そしてなんとここが一番有名なあのホタルが見える川になります。ホタルは綺麗な川にしか現れないと言われますので、すごく素敵ですねここでも野菜が売られているようですね。こんな綺麗な川で育った野菜はきっと美味しいでしょうね。奥にもカフェがあります。次のスポットに行ってみたいと思います。
ここ渡ったところがわらの像ジョアンというところで、1日限定20食限定で出しているこだわりのうどん屋さんですね。水小麦にこだわっているということです。食べれてないんですけど行ってみたいなと思います。車の中からお届けしております。今ランチ&カフェソラさんに向かっている道のりですね。結構道は狭いので秘密基地に向かっている気分でございます。すごい道ですね、はい、ここの、高台ちょっと若干高台になってる感じですかね。ここの坂道を登りませんので狭い道でこんなところにお店なんてって思う場所にはあるんですけれども、はい、ここを上がったところですね。こちらソラさんね、かなり美味しそうな定食がたくさんあります。この定食屋さんが、先ほどの分譲地から徒歩7分でありました。名前入っていい感じ、おしゃれですね。車で5、6分ほど走らせてきました。天然温泉のある中川清流というところですね。内はなんと天井が7メートルある、かなり開放的な温泉になってます。露天風呂も結構種類があって、いろんな岩を組み合わせた感じで、デザイン的にもすごくおしゃれで癒される空間です。実際私も10回以上行ったことがあります。岩盤浴とかもあるので半日は時間潰せるかなっていう感じですね。お食事もすごく美味しいです。ここが工事をしてます、ここが井戸と井戸水の工事が必要なのと、浄化槽を設置しないといけないというエリアにはなりますね。毎日きれいな水が出てくるのはすごくいいですね。本日の川沿いの分譲地のご紹介いかがでしたでしょうか。素敵なスポットとか美味しそうなお店とかたくさんあるので、とてもこう穴場スポットといいますか、これからどんどん人気が出てくる街になるんじゃないかなと思います。車で天神博多からも一般道路で30分、すごくいい場所でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。福岡不動産チャンネルではマンション、土地、賃貸、いろいろな物件をご紹介しておりますので、この動画がいいなと思っていただけたら高評価ボタン、コメントいただけると大変嬉しいです。撮影のご依頼も受けたまわっておりますので、お気軽にご連絡ください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。